毎日に必要な野菜量は30 350 0 3グラムです。あなたは毎日野菜量350グラム食べてますかあの食事をする時に朝昼晩、なんとなく食事をされている方が多いのではないかと思います。何をどのくらい食べなきゃいけないのかという基礎的な知識を持って食事をした方が健康にはいいと思います。 一日に必要な野菜量は350グラム。まあ野菜不足は生活習慣病の原因となりますね。毎日適切な量の野菜を摂ることが大事だと思います。厚生労働省は健康日本21の成人の一日当たりの野菜摂取目標は350グラムと言っております。内訳は緑黄色野菜が120グラム以上と炭を 単色野菜が 230g 以上と言っております、まあ緑黄色野菜にはベタカロチンが豊富に含まれていることが多く、まあ、単色野菜にはビタミンやカリウムマグネシウムといったミネラル食物繊維が豊富に含まれているのが多いですね。そこで皆さんこの 350g を取るにどうしたらいいのかなんて考えている方がおられるんじゃないかと思いますがこれは一つのヒントですがまあイオンのトップバリューっていうお店がありますよね。 そこには1日分の野菜 350g が取れる4種野菜のキャベツ炒めミックスというのが売ってるんですよ。これ158円です。まあ税金入れてもプラス消費税がかかりますがね。で、この、まあ、350g の、まあ、これは、えー、キャベツ炒めミックスというタイトルになってますから、まあキャベツ炒めを作るということなんですが何もこれキャベツ炒めにしないで あの、そのまま洗わずにさっと使えるというキャッチフレーズの商品ですから、これを朝、昼、晩、3個に分けてサラダにしたらどうですかねえ中身はキャベツ、玉ねぎ、人参、ピーマンです。まあ、キャベツは青森、北海道、長野県産、玉ねぎは北海道、人参は北海道、ピーマンは茨城。ですから、これをですね、3分の1ずつ、朝、 ちょっと皿に分けて、あとはまあ冷蔵庫に置いておいて、朝昼晩これ食べれば 350g 食べればですね、お金もかからず、健康にもいいし、まあこれだけじゃなく、まあ、食事の一部としてね、私はこれはヒントになると思いますよ。それで、えー、まあえー、この 350g 当たりのエネルギーとか、このタンパク質とか、脂質とか書いてありますので、まあ、 参考にしていただければいいかと思いますこのキャベツなどに含まれる食物繊維というのは腸内環境を整える善玉菌を増やす効果があるんですねそのため野菜不足になると悪玉菌が増えて便秘や下痢などを引き起こすですから何しろ野菜を食べる1日 350g 野菜ファーストというのが食事の大前提じゃないかと思いますね 腸内環境が悪化すると腸が栄養素をうまく吸収できなくなってしまう、するためにですね、腸にまで栄養が届かず肌荒れにもつながるんですよね。このトップバリューの1日分の野菜 350g をですね、まあ先ほどは野菜サラダで朝昼晩分けたらどうなんて言いましたけど、これね、350g のやつをね、器に入れてお酢で浸せばね、これはね、何日でも大丈夫ですよ。 それで必要に応じてそれを取,って取り分けて食べればですから、まあ、自分が1日に必要な野菜量が 350g 必要だと思ったら何をどうやって簡単に取れるかということを考える必要がありますね。